ご視聴ありがとうございます。パルトラです。今回ご紹介するのはエクスプラスリアルマスターコレクションゴジラ2000ミレニアムひな型レプリカソフビ版ゴジラストア限定メタリックレッドバージョンです。かっこいい、すごっ。よいしょ。おー、むっちゃかっこいいじゃん。今回のこのゴジラは1999年に公開されましたゴジラ2000ミレニアムで、新しいゴジラの制作の過程でデザインワークスとして参加されました酒井雄二氏の手によって検討用モデルとして制作されたものですね。このね、ひな型ゴジラはファンの中では本当に名作とされてましてね、それから22年というね時を経てついにレプリカとしてソフビ版で発売されました。それではサイズ比較です。ムービーモンスターシリーズ初代ゴジラと比べるとこんな感じです。東方大怪獣シリーズゴジラ1999と比べるとこんな感じです。東方30センチシリーズゴジラ1975発光バージョンと比べるとこんな感じです。今回ですね、同封されてましたのはまずこの取扱説明書ですね。そしてこのキャプションプレート、これアクリル製ですね。これが付属してます。でこれらの付属品と別にですね、この写真入りのこれハガキですね。はい、こういったハガキが別に付いてました。これ嬉しいですね。それではちょっとねゆっくり見てみたいと思います。そうですね、まずね足の方から見てみたいと思います。いやーすごいな、かっこいいな。はい、まずねこの爪ですね。爪が結構ね湾曲してて鍵爪状になってますね。彩色もいいですね。いや、いい感じ。でね、足の裏ですよね。はい、見てください。ここに、はい、酒井雄二氏のね、ネームがちゃんと入ってますよ。ほら、雄二って書いてますよね。いやー、嬉しいですね。片側にはね、エクスプラスと、まあ、入ってますね。はい。いや、これがね、本当に嬉しいですね、これね。はい、すごいです。でね、この全体の彩色はね、ブラック系になってますね。そしてですね、このすらりと伸びたこのね、ゴジラの尾ですね。このね、程よい曲がり具合がなんともいいですね。いや、かっこいいな、本当に。そしてね、このゴジラストア限定の彩色であるメタリックレッドの背びれですね。はい、これ劇中に近いね彩色になってます。いやー、見事なね背びれですね。背びれのね質感もこんな感じですよ。いや、本当に立派な背びれですね。このダイナミックでね大きな背びれ、素晴らしいですね。そしてね、この質感もなかなかいいですね。でこの手のね表情、
これがまた何とも言えずいいんですね。今にもね、襲いかかりそうな感じのね、そういう印象を受けます。そしてこの面構え、いや、いい目してますね。歯もね、鋭いですね。はい、口の中もね、ちょっとこうウエット感があって生物感出てます。いや、いい顔してますね。目にね、こうライトが反射してものすごくいいですよね。かっこいい、本当に惚れ惚れしますね。かっこいいな。それではね、大怪獣シリーズのね、ミレゴジとちょっと比較したいと思います。こちらがそうですね。要するにこれは劇中のミレゴジですね。背びれのね、イメージなんかはね、ちょっとやっぱりひな型に比べるとボリュームが若干減少してますけど、まあイメージ的には近いですね。パッと見た感じのね、違いなんですけどもね。まあここのね、胴体の背中の方の部分ですね。劇中のゴジラはね、結構こうトゲトゲしくて、こう鋭さをね、強調してますね。あとこの頭部ですけどね、こちらの劇中のゴジラもね、かなりひな型ゴジラにね、近づけてあると思いますね。目の印象なんかがね、結構近いなって思います。歯なんかはやっぱりね、ひな型ゴジラの方がちょっとね、鋭い印象がありますね。まあ、あくまでね、これフィギュア同士のね、比較なんですけれどもね。そしてもう一つ比較したいのが、こちらのバンプレストのひな型ゴジラですね。これはね、ゲームセンターの景品、プライズフィギュアなんですが、このミレゴジはね、過去動画で紹介してますけどね、ちょっと知人から譲り受けたものですね。はい、リペイントされてます。こちらのね、ひな型ゴジラについては、酒井雄二氏が原型を監修したという形になってますね。で、これたまたまなんですけどね、こちらまあ、リペイントされたんですけども、印象が近い色合いになってますね。サイズ的にはね、こちらの今度のね、レプリカのひな型ゴジラの方が、ちょっと大きいですよね。あとですね、後ろから見るとよくわかるんですが、この尾の曲がり具合がね、大きく違いますね。こちらがバンプレストのものですけどね、かなりね、こう大きく横に曲げてますね。この背びれをちょっと見比べてみてるんですがね、まあパッと見た感じはね、よく似てるんですけど、やっぱりね、1枚ずつね、比較していくとね、やっぱり違いますね。そしてやっぱりね、ここは違うなって思うのはね、この爪とかね、歯とかのね、この鋭さがね、はい、こちらがバンプレストですね。で、今回のこれはレプリカですね。はい、爪がやっぱりね、先がしっかり尖ってて鋭いですよね。こっちやっぱ丸いですもんね。そしてね、歯ですね。はい、こちらがバンプレストですね。やっぱ歯が丸いですよね、こうしてね。それに対してこのね、レプリカは歯がね、しっかり尖ってますよね。はい、この辺やっぱりね、印象がだいぶ変わりますね。ここでちょっとお知らせなんですけどね、実は私ね、このひな型レプリカの少年リック限定版の抽選販売に当選してしまってるんですね。10万円しますけどね。もうね、普段ね、くじ運悪くて、今までね、めったに当たったことないのにね、今回ね、初めてと言っていいんじゃないかな、当たっちゃったんですね。はい、ちょっと高額ですけどね、もうこれはね、一つの縁だと思ってちゃんとね、購入の手続きしました。またね、届き次第レビューしたいと思います。ということで、今回はエクスプラスリアルマスターコレクションゴジラ2000ミレニアムひな型レプリカソフビ版ゴジラストア限定メタリックレッドバージョンでした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは今回はこの辺で、バイバイ。